デスノート、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 デスノートは、大ー組と、オバタケンによる同名の漫画を原作とし、アダム・ウィンガードが監督を務めた2017年のアメリカ合衆国のスーパーナチュラルスリラー映画。出演は、ナットウルフ、マーガレット・クアリー、ラティース・スタンフィールド、ポール中内・ナカウチ、シェイ・ウィガーム、ウィレム・デホーである。 2017年8月25日よりネットフリックスで配信が開始された。名前を書かれた者が死ぬ効力を持つ、超常的なノート、デスノートを若い男が手に入れる。男はノートで、犯罪者を殺して、世界の改革を試みるが、一方で、謎の探偵が彼を追跡し、恐怖政治を終わらせようとする。カッコ内は日本語吹き替え2007年、マレーシアの ザスター神はアメリカの10以上の映画会社がデスノートに興味を示していることを報じた。当初はバーティゴエンターテインメントが脚本家にチャーリー・パルラパニデスとブラス・パルラパニデス、プロデューサーにロイリー、ダグ・デイビソン、ダンリン、ブライアン・ウィッテンを起用してリメイク企画を進める予定であった。2009年4月30日、バラエティは 脚本家とプロデューサーは引き続いて関与しつつ、日本の実写映画版の配給を担当した、ワーナーブラザースが、リメイク権を獲得したことを報じた。2009年、ザック・エフロンが主演するという噂が流れると、彼はプロジェクトが、最優先事項ではないと答えた。2011年1月13日、シェーン・ブラックが監督を務め、アンソニー・バガロッツとチャック・モンドリーが脚本を、 執筆中であることが報じられた。ワーナーのスタジオは夜、光月のバックストーリーを正義から復讐に変更し、またストーリーから死神を消すつもりであった。ブラックはこの改変に反対し、グリーンライトとはならなかった。2013年のブリーディングクールのインタビューで、ブラックはまだ本映画の作業中であることを明かした。2014年7月、ブラックに代わって新たに、 ガスバン・サントが監督に就任したという噂が流れた。2015年4月27日、ハリウッドリポーターは、アダム・ウィンガードが監督、リン・リー・ジェイソン・ホフス、マシオカがプロデューサーを務めると報じた。2015年9月29日、ナット・ウルフが主役にキャスティングされたことが報じられた。2015年11月12日、マーガレット・クワリーが、 女性主人公役で加わった。プロデューサーたちは映画が R 指定になるだろうと述べた。2016年4月、ザラップはワーナーブラザースが映画の制作数を減らすことを決めたため、同社がデスノートを中止したものの、ウィンガードは他社でプロジェクトを続行するつもりであることを報じた。ウィンガードは48時間以内にほぼすべての メジャー映画スタジオと面会したと報じられている。2016年4月6日、ネットフリックスがワーナーブラザースから映画家券を購入し、4000万から5000万ドルの予算がかけられ、ジェレミー・スレーターが最新の脚本草案を執筆した。2016年6月30日より、ブリティッシュ・コロンビア州で公式に制作が始まった。二千十六年六月、 ラキース・スタンフィールドがキャストに加わった。2016年6月30日、ポール・中内とシェー・ウィガムの出演が発表された。2016年8月2日、ウィレム・デ・フォーが死神のリューク役を務めることが発表された。キャスティングの発表初期から、ドラゴンボール・エボリューションやゴースト・イン・ザ・シェルといった日本の漫画を原作としたハリウッド作品と同様に、 ホワイトウォッシングが指摘された。これに対し、プロデューサーのロイリーとダンリンは、私たちはデスノートの原作漫画ファンのために、この魅力的なストーリーをぜひ映画にしたい、そしてこのダークでミステリアスな傑作を世界に紹介したい、そう願い続けてきました。今回、多様性に富んだ才能あるキャスト、脚本、制作チームが集結したことで、我々が目指すストーリーコンセプト、 すなわち正義とは何かという全世界共通のテーマを忠実に描くことができると考えていますと答えた。また、プロデューサーの一人である岡も出演することが発表された。2017年3月22日、ネットフリックスはティーザー予告を YouTube 上に公開した。2017年8月25日、アダム・ウィンガードは続編の可能性に関して、 続編が作られる可能性はあるでしょうし、私たちにはアイデアもあります。私は皆さんがこの作品を見て、ネットフリックスが続編制作に踏み切ることを望んでいます。ネットフリックスはすでにその準備をしているでしょう。あとは多くの人々に見てもらう必要があるというだけです。と語った。ありがとうございます。